皆さんこんこにちは、です。お元気お過ごしでしょうか <laughs> なんか生活に慣れてきたからイギリスのねふと思ったんですよなんか旅ホリデー撮ってみようって <laughs> でフランス行きを決めたのは3日前で4日前かで、モン・サン・ミシェル行くのを決めたの2日前ぐらいでチケットバーって撮ったんですけど 今モン・サン・ミッシェルにこうやっていますみんなが聞いたことあるようなモン・サン・ミッシェル映画かなんかで見たんだけどこうそうですね今一人でまあ基本旅はするんですけどここに来て思うのはいや景色もすごい好きなんですよでもやっぱその場で <laughs> そこで食べるご飯が一番好きだなってことに気づきました <laughs> ね まあ人それぞれだけどモンサン・ミッシェル今日2回来ましたであのー、やっぱすごい綺麗だしわあでかいなって思うんですよ。でここの歴史とかを学んだりここでぼーっとすることでまた次ロンドンに帰ったら頑張ろうとか次の目標何にしようとかいろいろこういうところで考えられるから。 なんか今のこうライフとか仕事に慣れてきたらそれを一旦止めて休み取るのが難しくてもじゃあ例えば日帰り旅行でどっか行ってみるとかそういうのきっとできると思うからそう僕が言いたいのはもしこう慣れてきてだらだら過ごしてる日々が続くんだったらもうホリデーを取って。 ちょっと休んでみるっていうのをお勧めしたいと思ってシェアしましたこれもヨーロッパに来てからの学びですぜひみんなが幸せに生きられますように最後にモンサンミッシェルを写して終わりますいえーイバイ